はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村の農業に来て、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回の授業のテーマはこちら、第71項11月の管理編やっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。11月の管理編ということでやっていこうかなと思うんですが、まあいよいよですね、収穫期始まりますよってところなんですよ。なんか収穫終わったなーと思ってたら、育苗期が始まって、なんか育苗暑いなーと思ってたら、あっという間に寒くなって収穫期になるっていう形になります。で、今回はそういう感じで、まあ11月になった、なるので、もう一応今日撮影してるのがね、これ10月の今日は30日撮影しておりますので、明日、明後日から11月になりますんで、11月のね、まあそういった収穫期に向けた準備、まあどんなことやっていくのかってところもね、ご紹介をしていきますので、よろしくお願いいたします。では早速、ちょっと内容に、方に移っていこうかなと思うんですけど、まずちょっと社長に聞きたいんですけど、11月ってどういうイメージですかね、はい、昔のことを言うと怒られちゃいますけど、紅葉が綺麗っていうことで、寒くなってくるのが11月なんですけど、なかなか寒くなってこないんで、まだね、10度以下になったのは数えるほどかな、今な。2回ですね。多分2回ぐらいかな。2回ぐらいなんで、もう完全にね、経験がちょっとずれてるんで、経験で、今頃になるとこういう寒さになってくるっていうような感じで、大体農家をやってる人は感じてると思うんですけど、それがね、全然ね、わからないっていうのが現状ですね。でも、11月ですからもう寒くなるのはもう完全にわかってるんで、はい、今度は暖房ですね。水が出せる農家の方はウォーターカーテン、ホットガンとかいろんなやり方があると思うんですけども、11月になると完全に暖房を考えるってところですね。はい。はい。では早速なんですが、今回の11月管理のちょっと内容の方に移っていこうかなと思うんですが、まずね、いちご季節、もういちご季節は暖かい冬って感じですね。まあこちらに書いてあるんですけど、日が短くなり、朝晩は寒くなってきますよ。で、その分、日中のハウス内の温度には注意してください。まあこれ何なのかって、日中は晴れると、やっぱりハウス内の温度は30度とか、まあ、35度とかになってしまうんで、しっかりと換気してくださいねって感じなんですね。まずこちらから聞きましょう。はい。どうでしょうか。はい、そうですね。換水の方は、1日2回ぐらい。ここにも書いてあると思うんですけど、朝使った水をね、夜、いちごは、夜は暖かいと伸びるっていう性質は植物はみんなすべて、朝はあんまりね、蒸散ばっかりしてるんで、これがポイントかな、ここが。はい、社長、すいません。ここの前にもこっちのことを聞いたんですけど。ああ、ごめん。いや、まあ大丈夫です。完成の方、じゃあちょっと言っちゃいましょうか。完成の方で。はい。ちょっとね、完成に関して、こちらね、書いてあるんですけど、朝10分で夜5分って形で、完成チューブの場合はこういう感じで吉村農園でかけてますよっていう感じですね。これ、点滴チューブの場合はまたやり方変わると思います。で、一応こちらに書いてあります。PF メーターね、テンションメーターね、これ 1.9 から 2.0 って、これまあ数字、一応目安でも書いてあります。まあね、一応こちら数字の目安にはなるんで、これが、いいってわけではないですからね。土の質にもよっても若干変わるかなと思いますが、一応一つの目安として書いてあります。じゃあ、ここに関してはまあ、ほとんど説明しちゃったんで。ごめんね。はい。でも、これね、土地地だね、この間3日前、土曜日に来てくれたのがね、茨城の方から10人ぐらいの農家の人が、話に来たんです。やっぱり。千葉県ですね。茨城県です。千葉県です。はい、ごめん。いろんな人来てるもん、はい。千葉の方から来てる人らは、砂地だもんで、水がね、すごく抜けちゃうっていうことで、やっぱりね、土地質ですね。で、あんまり水をかけないみたいだったんで、水はある程度かけた方がいいっていうようなことを言ったんですけど、やっぱりね、土地質、っていうのはね、砂地っていうのとね、この栃木県の黒木っていうののね、土の違いもあるんで、いろんな補助があるんで、それに合ったような水管理をした方がいいっていうのはね、初めて分かりましたってとこですね。はい。一つちょっと質問なんですけど、はい、砂地の場合ってどうなんですか。一応吉村農園の黒木じゃないですか、割とこうウェットな感じに水をかける、ウェットな感じになる。すぐ抜けちゃう。抜けちゃうと、そうするとうもうどういう感じですか。乾いちゃう。乾いちゃうから、もう乾水チューブとかの場合では、まあ、もうもっと細かくかけるって感じなの？の方がいいと思う。でも、水っていうのはある程度は行くと止まるとは思うんですけど、表面が乾いちゃうね、もうね。ああ。
はい、だからね、難しいですね。難しいんだけど、それに合ったようなのは山芋とかさつまいもなんかはそうすると、やっぱり水をあまり干さない植物と一緒に。乾燥させるってことそうそう。だから、いちごはある程度水分値ですか、水を好む植物より吸う植物なんで、そこらのところはね、考えてもらいたいっていうような感じでしたね。はい。はい。じゃあね、早速次、完遂は終わりました。次ね。ここ。はい。ごめん。あ、大丈夫ですよ。全然。ここは大丈夫です。はい。行くと、薬剤の方に行きますね。はい。はい、薬剤。薬剤に関しては、殺菌、殺虫、ダニ、これ3つ。まあ一応書いてあるんですけど、これね、状況によってです。で、11月、やはりマルチしてからっていうのは、ダニがね、ちょっとでも売れると、こう、どんどん広がって、12月になったらね、蜘蛛の巣が張るなんてこともありますんで。あと、ヨドモシ。そうですね。基本的には、殺虫とダニ剤。これしっかりと、ここメインとこですね。うん、殺菌に関しては、そこまでかなと思います。ただ、うどん粉とかも気になるかなってところで、前の動画の方でもね、マルチ終わった後は、一旦はこの殺菌剤かけてくださいねとか、殺虫剤かけてくださいねとお話ししたんですけど、そのぐらいで、そこまでではないです。どちらかというと、殺虫、ダニ剤。これがまあメインかなと思います。で、一応ね、10月の末から11月にかけては、天敵ダニを入れてくる農家さんがほとんどかなと思いますんで、天敵ダニの入れる場合っていうのは、やっぱりこのローテーション気をつけてください。どうしてもね、天敵ダニ入れる場合っていうのは、ダニ剤を何でもいいからかけてしまうと、その残効性が残るもの、天敵ダニまで残ってしまうものがあったりもするので、そこはちょっと気をつけていただいて、まあ、どのね、なんでしょう、天敵ダニ入れるかによってですね、ミヤコバンカー入れるのかとか、スパイディックスパイカル入れるのかとか、それによっても若干のローテーション変わるかなと思いますんで、これ入れるローテーションによって若干書いていただけたらなと思います。こちらに関してはどうでしょうか。そうですね、今年はそれにね、ヨトウムシが多いっていうんですか、やっぱり暑かったから虫の方がたくさんね、発生しているってことで、ヨトウムシの対策と、おこれだな。はい、ダニですね。アブラムシっていうのはあんまり今年効かないんだよな。見ないですね、全然。うち当たりもいないんですけど、ヨトウムシはいるな。いますね。はい、いますね。小さいのがたくさんいるし、だいぶ大きくなってる。それに合ったような薬がね、なんか、今日もね、効かないっていう方がいたんでね、いろんなので組み合わせして、いちごの実を食べたり、花を食べちゃうから、ヨトムシ対策はね、よくやって、ハウス管理してる時、行った時はね、殺しちゃった方がいいと思います。っていうところですね。はい。一応ね、ここまでが一応薬剤のお話です。はい、一応ね、ここに書いてないんですけど、ちょっと蜂のお話もちょっとしていこうかなと思うんですが、蜂なんかはもう皆さんね、こう、ハウスの中の方には入れているのか、もしくはもう、外に入れてるのかってところなんですけど、一応蜂に関してもちょこっとだけ。そうですね。蜂の方もね、寒くなってくるとハウスの中入れた方がいいと思います。またうちあたりは外ですね。ハウス内には、結構中に入ってきてるのが、見受けられるんで大丈夫だと思うんですけど、あとは、スズメバチ。そうですね。はい、今年はね、非常に多いまたね、飛んでます。ハウスのところにネズミ捕りかなんかは、巣箱の上さ置いておくと、万が一の時にくっつかりますから、そういう対策ですね。蜂を置いとけば大丈夫だと思ったら、スズメバチに食べられたりすると、全滅する可能性がありますから、一匹来たらね、三匹か四匹、次の日には来ますから、ぺったんこですね。ネズミ捕りを植えさを、巣箱の上に置いとくと、一匹かかると寄ってくるんだよな、あれな。そうだ、あれは習性なんでしょうね。なんで一匹、こう、なんで、スズメバチが来てた場合、その一匹をどうにかして捕獲するっていうんですか、なんかこう、叩いて捕獲して、それを上につけとくと、みんなバーってこう、どんどん集まってきて、いつの間にかね、3、4匹こう、なんだろう、捕まってるなんてこともあるんで、まあこれはちょっとね、定期的にこのミツバチを置いた時っていうのは、こう。霜を降りるまでですね、2、3回霜が降りてくると、スズメバチはもう、ほとんど、飛ばなくなるんですけど、まだ飛んでるな。ちょこちょこいますね。あ、本当ですか。僕の方にも来てたんで、明日はやばいかなと思って。そう、雨の降った次の日とかね、なんか来るみたいです。餌がないから。
というとこです。はい。では、ミツバチのところ、このところで。はい、じゃ次はね、液品に関してですね。はい、液品に関しては、一応、吉村農園の場合は、1週間に2回ほど入れております。あとね、マルチ作業が終わってからっていうのは、どちらかというと、葉面散布もやっていきます。1週間にまあ1回ぐらい。で、一応、まず葉面散布のところからお話します。葉面散布に関しては、マグショットとライムショット、これ、どっちかかけていくって感じです。1週間に1回。どっちか。基本的にかけていく。歯が厚くなるね。そうですね。このちなみにマグショットに関しては、まあ、ここ最近ね、曇天が続いたりする時の光合成の、なんでしょうね、この補うような、ような要素があるマグショットね。あと、ライムショット。ライムショットに関しては、まあ、このカルシウム剤なんで木をこう硬くするというかね、こう軟弱徒長しないようにしっかりとこう硬くするっていう、まあ、効果があるというかね、期待ができるかなってところになります。で、一応、液肥に関しては、一応1週間に2回っていうんですけど、どんなのかけてんのってここに一応書いてあるんですよ。一応、吉村の辺だとこういう感じで、タイミング、1番の場合はタイミング2号とマグショット。これセットです。セットでかけてます。で、2番目が仮ショット。はい、単品でいきます。で、3と4番、滝有機液3号とアミシャは、ここは窒素系ね。ここはどっちかっていうと、こう、リン酸系、リン酸、こう根っこの方、これカリウムね、になりますんで、まあそういうところでローテーションを組みながらという、まあなんでこれ、ここから1番かけたら次は3番とか、2番かけたら4番とか、まあそのあたりの、こう、ローテーションで回してあげてます。で、あともう一つなんですけど、この前の動画のところでね、はい。有限会社黒沢さん来ていただいてる。はい。ドンと来いっていうのと、まだわかんない。はい。糖蜜プラスっていうのも、一応これ試験、決めてやってるんですよね。10日に1回、はい、流してて。1週間に1回だよ。あ、10日に1回じゃない、1週間に1回ですか。これ、間違ってますから。1週間に1回ぐらいやるとね、どんとこいだけです、まだ。糖蜜はね、花がたくさん咲いて、実がある程度なってきてからの方がメーカーって、この、黒沢さんもいいって言ってたんで、まだ糖蜜はやらない方がいいと思います。高いし。だからね、もうちょい玄関金で寒くなってからのが、私個人的にはいいのかな。なんかこの糖蜜はなんか甘くなる。甘くなるのと地温をなんかプラスにする。そうだよ。まあちょっとよくわからないんですけど、まあそういう効果があるっていう。あ、このドンとこいさんは1週間に1回ぐらいやってた。もう今流した、うん、で、毎日じゃないからね。はいはい。ってとこなんで、糖蜜はもうちょい寒くなってからの方がいいと思います。わからないときは、メーカーさんに聞いた方がね、意見聞けるんで、私は、糖蜜の方はまだ入れてません。ってとこです。まあ、入れない方がいいってことなんですね。はい、そう。だと言ってました、メーカーの方が。はい。わかりました。詳しいタイミングは、その補助によって違うと思うんで、そこは、黒沢さんに聞いた方が早いな。っていうとこですね。はい。はい、わかりました。じゃあ次にですね、一応作業ですね。まあ、11月になるとどんな作業をするのかってところ、一つポイントとしてお話しさせていただきます。本格的な保温の準備してくださいねってところですね。あとは、はかきと、まあ、ランナー取りかなっていう、まあ、脇芽とかはね、ちょっとこれ個人的な意見なら、そんなに取らなくてもいいんじゃないかなと僕個人的には。まあ、5個ぐらい上がってたら、脇芽が5個ぐらいあるんだったら取った方がいいんですけど、3つか4つぐらいであれば、そのまま行ってもいい。これ品種によってなんですよね。そう、品種によって花がいっぱい、もうなんか、なるような品種は脇芽取ってあげた方がいいんですけど、土地愛花の場合ってね、正直そんなに花そこまでバンバン咲くもんでもないんで、脇芽は取りすぎない方がいいかなと個人的には思ってます。ところで、こちらに関してはどうでしょうか。そうですね、もう寒くなりますから、保温、二重ハウスにできるようにっていうことで、上げ下げがうまく、絡まってたり、何かするとこもあったりすると、大変ですから、浮きあたりも人通り二重ハウスの終わったんで、あと、つま面ですね。入り口とケツのところをやって、完全に保温って、ことで、11月の寒い頃であれば、二重になってれば、だいぶ、保温の方は大丈夫なんで、原価気になるともう完全無理ですから、早めに二重にしといて、あとは、その時その時の状況に合わせて、暖房を入れていくような感じの方が、ベストだと思うんで、11月中には完全にもう二重にね、ハウスの方が仕上がってる状態の方がいいと思います。11月末になってくるともう寒くなってきますから、完全にね。あとは、上旬の方は時たま寒いだろう。いや、もう来週からこの辺り3度ぐらいまでになりますんで、完全に凍りますね。もうウォーターカーテンです。はい、完全に凍る。はい。ってとこなんて、保温はね、
早めじゃないとね、あと機械をね、使うと思うんで、試運転。暖房機なんかもネズミの巣なかったら回りませんから、そういうのを点検しといた方がいいと思います。ってとこですね。あと、ランナートリーナーが、はい、今年は炭素が多いもんで、うちあたりもね、ランナーはね、大切にして使うかなと思ってます。やっぱり、いちごが枯れちゃったりすると、ランナーで追えますから、ランナーは大切にしてね、使える時はこう引っ張って、プスッとね、ランナーピンで刺しとけば根っこがついて、1月までにはなんじゃねえの？なりますね。一応毎年、まあ私なんかこうランナーを一回全部出させてから、いいやつだけを、その植えたところの間に刺していくんですよ。めちゃめちゃなんかこの、地道な作業なんですけど、そうすると、定食本数の倍、苗があるような状況を作れるんで、僕はそうやってやるんですけど、これめちゃめちゃ大変なんで、まあおすすめはしないんですけど、もしやれる方は、なんか試験でやってみるといいと思います。僕非常におすすめです。だからランナーは大切にして、はい、出たら取っちゃうっていうのも一つの考えかもしれないんですけど、そうそう、残しといて、別に悪さするわけじゃないですから、ああ、いいのだけを刺すっていうような感じのやり方もいいと思うんで、まだ、葉かきの方はね、そんなに、やらなくてもいい。やらない方がいいかなと思いますけどね、そこまでしないかなと。11月の中、下旬ぐらいになると1回ぐらいは入ってね、ちょっと葉っぱがたくさんあるときは、植えたときの小さい葉っぱね、コッパみたいなの取った方がいいと思うんですけど、大きな葉っぱはあまり刈いたりすると生育が止まりますから、やっぱり寒くなると伸びが止まってくるんで、そこらも気をつけていってくださいってとこですね。はい。はい。ではですね、ここまでが今回の11月の管理ということでお話をさせていただきまして、はい、いかがだったでしょうか。まあ今回ね、ちょっとまとめて最後にだけお話しさせていただくと、11月っていうのはやはりですね、この、暖かい日、日中暖かい、で、夜は寒いっていう、この温度差すごくなりますよってところが非常に注意点かなと思います。なんでそこの、この、日中はしっかり換気をする、夜は温めるっていう、このメリハリつけることが大事なんで、そこだけしっかりと。で、メリハリをつけるってことは温度をしっかり取るときは取らなきゃならない。その時の準備としては、保温の準備をしっかりしておくってことですね。寒い時にね、締めたいのに二重にできないとか。そういった準備がなかなかまだ間に合ってないできないってなると、それだけでやっぱストレスになるかなと思いますので、そこはしっかりと早め早めの準備をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。最後に社長の方から。そうですね。はい、どうぞ。今年はね、いろんな方とお話ししてるんですけど、苗を失敗した方がたくさんいると、うちあたりも失敗してるんですけど、ランナーっていうのが出てきますから、そういうのも活かしながらね、まだシーズンが始まってないんで、心を病まないで、まだまだ大丈夫、どうにかするっていう意気込みで、こういうのも一つのイチゴなんかを作ってると、そういう時が誰もありますから、そういう時にね、カバーしていくっていうのも腕の見せ所っていうのと、それがまた楽しみで、やっていくっていうことで、一番いいのは失敗しない方がいいんですけど、なんかね、すごく炭素が出てるっていうような話を聞きます。いろんな方と、ゼロっていう方もたくさんいるんですけど、その反面出てるって方もたくさんいるんで、どうにかね、ランナーを使いましょうってとこかな。はい。はい、わかりました。今回はね、11月の管理編という方を話させていただきました。まあこれ11月に入ってくると、いよいよ収穫期がやはりですね、始まってきますので、収穫期が始まると、ここからは休めませんねって形でね、5月までしっかりと取ってですね、また、春に向けて、住所に行く方の準備って形でね、もう意外とこの1年間やっぱり早いですね。11月ですから。もう、そうなんですよ。もう12月になったらもう1年終わっちゃうんですよっていう感じなんで、ぜひね、この1年間の総括、お互いに頑張っていきましょうというところでですね、また次回の動画でお会いしましょう。あとですね、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。ぜひぜひよろしくお願いします。もうちょいで1万人。じゃあね。1500人ですね。1500人。だな。1500人です。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。
はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、うちの我が家の猫なんですけど、いろんな事情があって、猫を3匹飼ってるんです。親子ですね。そうしたと思ったらば、ここ2、3ヶ月、あと2匹がね、まぐれ猫がね、うちに住み着いて、餌を食べてね、合計で5匹になってるような気がするんです。でも3匹はね、もう完全にうちの中に入って私らのところへ来たりして寝てるんですけど、あとの2匹は遠慮して外で寝てるっていうんですか、3匹の外に作っといたとこを今度は、借りて、だから実際うちには猫が5匹いるのかなと思って、なんとなく楽しむっちんですか、私と家内しか うちの方には住んでないんで、私たちのうちの方にはそこに猫が3匹ですね、なんとなく話題がない時、ちょうど猫がねいろんな行動をするっていうことで、楽しみですね、動物もいい、まあ家内が世話してるんで私は全然タッチしてないんですけど、結構言うことも聞くし、あまりいたずらもしないっていうんですか、やっぱり飼い方によって動物もいろんなことを捨てられた、何か増えすぎちゃったとかあるんですけど、管理さえ良くすれば上手に、でも今回のね、そこへ2匹プラスされてるのはね、あの猫はもう慣れないのかなっていう感じでね、餌だけを黙って食べてるっていうような感じで、でもうちの周りから離れない、なんとなくね、そういうとこでね、もう子供たちも独立したし、うちの中ではそういうふうなことで楽しむっていうんですか、それが今の急に寒くなってきたんで、猫っていうのがね、中家に入る回数が多くなってきたんでよく感じます。いちごの管理なんかも寒くなってきたっていうことで、開け閉めの方もだんだん考えて、管理をしてくださいっていうところです。以上です。はいですね、次回の動画の告知になります。次回の動画なんですが、11月の1日ですね、金曜日配信になります。内容としてなんですがね、11月の31日から、まあ明日ですね、明日宮古バンカーの何でしょう、作業をするんですよ。作業をするんですけど、宮古バンカーをまあハウスの補助に入れていくんですけど、でそちらのね、まあ、紹介動画撮っていこうかなと思います。まあ実際に宮古バンカー吉村農園としても初めてね、ちょっと使用する部分がありますんで、まあどういったところがポイントなのかとかですね、まあどうやった感じで設置していくのかってところのね、ご紹介撮っていきますんで、ぜひ次回の動画もよろしくお願いします。